リーへのもてなし、ちゃんとしてよね。走るのは疲れるから、かくれんぼかしら。ちょっと、さっきから何よその子供向けの質問は。いいわよ、これを聞きなさい。秋野さんの笑い方を真似してみてるの。秋野さんといえば一流のレディーだもの。素敵な恋愛をしたいわね。恋は人をきれいにするの。だからそのデートを誘ってくれてもいいのよ。遊びとデートは違うのよ。ちゃんとわかってる？レディーが満足する素敵なデートにしなさいよね。くるみと劇を見に行ったの。大人っぽい趣味でしょ。お話は難しかったけど最後まで寝なかったわ。そう、私が小さい頃空から降ってきたの。ま、別に何者でもいいわ。私たちは友達だもの。スズナたちと初詣。着物見れなくて残念ね。特別な日だし、夜景の綺麗な場所ね。さ、エスコートして。紳士として当然よね。大人っぽい？本当？じゃなくて当然のことよ。だって私は正真正銘のレディーなんだから。どきなさい魔物ども。レディー岬のお通りよ。あんたはちゃんとエスコートしなさいよね。トリックオアトリート。今日のパーティーの主役はセクシー魔女のミサキちゃんよ。さあ、お菓子をよこしなさい。本当はね、舞台もお仕事も不安でいっぱいだったけど、あんたがいたら大丈夫になるの。だから、その、いつもありがとう。